皆さん、こんにちは、こんばんは、くんどです。私は、やらかしてしまったのかもしれません。そもそも、ここのトレカの洞窟さんのオリパ、6000円オリパを4個買って、まあ、2万4000円分買いました。で、結構そこでね、まあ、見ていただいた方はわかるかと思うんですが、私、爆死しました。1万円ぐらい多分爆死しました。正月、1月2日が休みだったので、1月2日に秋葉原に行ったんですよ。で、その時に6000円のオリパとか、3000円のオリパとか、いろいろ残ってるのは見てたのね。で、その中で1個だけ、なんか2万円のオリパがあって、1個だけね。で、木ざりですって書いてあって、2万円の木ざりですって書いてあったんで、ちょっと怖えなと思って、うまく手出さなかったんですよ。ツイッターとかで、銀馬マンさんとかも、2万円で、まあ、木ざりか、っていうのを載せられてて、で、それにペケポンさんが、いやー、木ざりじゃ撤退ですかね、みたいなやりとり、僕、ツイッターで見てました。カードでもなんか買おうかなと思って、まあ、ブラ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 してたんですよね。そうしたらね、残ってまして、もう寂しそうにね、棚に1個だけ、棚に1個だけ置かれて、2万円運試し、木ざりです。誰が買うんだこれと。こんなん誰が買うねんと思いながら。2万円あれば、仮面もね、ターブルもヒットもゴテンクスゼノも、3枚とも傷なしが、普通に高レートのカードが悟空ブラックだろうが、買えるわけですよ。買えるんですよ。なのに、2万円で全部木ざりとか、買うやついないだろう買うやついないだろうね、2パックあったらしいんですよ。作った時にお正月前に2パックあって、1パックは売れてったそうなんですよ。まあ、どんなお金持ちの方が買ってったかわかんないんですよ。もう清水の舞台から飛び降りるつもりで。大げさ、大げさだけど。前置き長くなってしまいました。その1パックなんですよ。2万円だからガッてこんなに入ってるわけじゃなくて、すごい薄いんですよ。すごい薄いので3枚入ってるだけなんで瞬間で終わるんで尺稼いでます。21,600円なのに全て木ざりというスーパードラゴンボールヒーローズ全て木ざりにはなりますが、2万円税込み SEC 界や アルティメットが入っている3枚入りランダムセット、仮面のサイヤ人銀箔確定のパックということになります。スーありなので、まあ、仮面も大体1万いくかいかないですかでしょう。価値的には残り2枚のレートが1万を超えなければ負け、1枚あたり5000円以上しなければ負けというものになります。さあ行きましょう。ドキドキです。爆死を見届けてやってくださいませ。まず行きます。1枚目はこちら。おーわー、そうだよね、そうだよね、そうなるよね。確定だから、画面のサイヤ人銀箔確定って書いてあるので、これは、はい、これはまあ入っていることは分かってました。はい、いきましょう。2枚目は、2枚目はこちら。はい、トランクスゼノ。再録じゃない方なんで、多分3、4千円ぐらいじゃないでしょうか。はい、最後、これもう負け癖。これ負け癖。3枚目は、こちら。2パックしかなかったっていうこと、これ2パックどっちかっても負けてたんじゃね。マジか。うわー、これはい、また次回はね、いろんなガチャ開封していきたいと思いますので、はい、お楽しみに。じゃあね。